またね、前回旅に出る配信しましたけど、また旅出てもいいですか？一日だけでも。いや、旅配信私楽しかったなって思って。またやりたいなって。温泉、すごい近くでもね、行きたい。日帰りでもいいよね。実はね、今月、サブスクの方に限定で、温泉配信、やったんですよね。いや、あれもね、私もね、すごく落ち着いて。友達連れて行ってもろて、でいいけど友達連れてって配信できなくなっちゃう。楽しんじゃうから。今度はぜひお友達と。あ、やっぱりみんなお友達と行ってほしい。それはそう。私もちょっと思ったんですよ。私ほら頭半分青いって結構特徴じゃないですか。よくないなと思って、外に出るとき実は私ね、青い髪完全に隠していってるんですよ。変装しやがって。みんな旅出た方がいいよ。旅、たまには旅出て、ゆっくり体を自然の中にね、入れた方がいいですよ。思いました。健全な。真开心，对不起，伤害了你，伤了你的感情。我听见有个声音，是玻璃心碎一地。